ピーター・ジョン・キングは、イングランドのジャズ・サクソフォーン奏者、作曲家、クラリネット奏者。ピーター・キングは、1940年8月11日に、サリーのキングストン・アポン・テムズに生まれた。10代からクラリネットとサクソフォーンを手にし、全くの独学でこれを身につけた。最初に、公的な場で演奏を披露したのは、アラン・ローズウェルが組んだ、トラット・ジャズのグループの一員として、 キングストンのスワンパブリックハウスで演奏した1957年であったが、当時のキングは陸地測量部の海外部門で地図制作者の見習いとしてローズウェルの下で働いていた。しかし、この演奏の後、キングはプロの音楽家となることを決意した。2008年に製造された柳沢管楽器製柳沢 A9932JR トサクソフォーン。 キングが演奏していた A9932Z とほぼ同型である。硬い銀製のベルとネックに硬い臨製銅のボディでできている。ベル、ネック、キーカップには全面的に彫刻が施されている。1959年19歳の時、キングはロニー・スコットに起用されてロニー・スコッツ・ジャズ・クラブのオープニングで演奏した。同年、彼は メロディーメーカー氏の新人賞を受賞した。1960年から1961年にかけては、ジョニー・ダンクワースの楽団で働き、ついで、メーナード・ファーガソン、タビー・ヘイズ、ハリー・サウス、スタント・レーシーのビッグバンドに加わり、ブリュッセル・ビッグバンド、またレイ・チャールズのヨーロッパツアーのバンドにも参加した。また、小編制のグループでは、フィリー・ジョー・ジョーンズ、ズート・シムズ、 アルコーン、レッド・ロドニー、ハンプトン・ホーズ、ナット・アダレー、アル・ヘーグ、ジョン・バーチ、ビル・ワトラスや、ディック・モリッシー、トニー・キンゼー、ビル・ル・サージュ、さらに歌手のジミー・ウィザースプーン、ジョー・ウィリアムス、ジョン・ヘンドリックス、アニタ・オデーラとも共演した。キングは、1969年の映画、ミニミニ大作戦のサウンドトラックでも演奏している。 また、チャーリー・ワッツのテンテットのメンバーでもある。2005年、キングは、アルバム、ヤヌスを録音したが、これは、アップル・ビージャズ・フェスティバルの主催者であるニール・ファーバーの、移植を受け、また BBC のラジオさんから資金を提供されて、ディリック弦楽四重相談と制作した、バルトークの音楽に影響を受けた作品であった。同年、ピーター・キングは、BBC の ミュージック・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。キングは、ポップグループである、エブリシング・バット・ザ・ガールのデビューアルバム、エデンをはじめ、複数のアルバムに参加しており、このグループの元メンバーである、ベン・ワットのアルバム、ノース・マリーン・ドライブにも参加している。2012年、キングは、ジャズ・ミュージシャンのアニー・ロスを取り上げたドキュメンタリー映画、ノー・ワン・バット・メに出演した。この他にも、ブルー・アイス、 ザタレンテッドミスターリプリーといった映画に出演している。2011年4月、キングは自伝フライングハイを出版した。キングはまた模型航空機の世界でも国際的に知られた重要人物である。大きな競技会での優勝経験もあり、この主題について数多くの記事を執筆している。また、フォーミュラ1への関心も強く、アルバムトムバーロには コアイルトンセナへの深い共感を捧げた三部構成の楽曲が盛り込まれている。ピーター・キングはチェルシーの606クラブで毎月定例の演奏を行っている。キングはしばらく病気であった後、2020年8月23日、ロンドンで80歳で亡くなった。ありがとうございます。